皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。はい、前回の予告通り今回は F レーザーの7シリーズ、5シリーズ、こちらを打ち比べてみたいと思います。また、選手によってね使いやすさ変わります。ですので桑田さんともう一人、初心者のうちの桑田さん嫁を連れて行って打ち比べてみましたので、ぜひ、まあ、そのあたり見ていただければなと思います。はい、ではですね、本日 F レーザーのこの 7S と 5S、はい、こちら打ち比べてみたんですけれども、どんな感じでした？まずじゃあ 7S の方から。そうですね、 7S の方はかなり打ちごたえのあるラケットという印象でした。私はあまり力がありませんので、正直なところ飛ばすのにかなり苦労した感じです。そうですね、はい、7S の場合はですね、どちらかというと、まあ、桑田さんの男性ですね、少し力のある方、まあ、しっかりこうボール振る方向けですね。で、ですね、比較的ネクシーガに比べてこうフレームが厚く設計されております。ですので回転をあまりかけるというよりも、まあ、あのフラットショットなんかで速い球が打てるようなラケットになっております。はい、で今回こちらの 5S も打っていただいたんですけど、これはどうでした？そうですね、こちらのラケットはとても打ちやすくて、少ない力でも楽に遠くに球を飛ばせるようなラケットだと思いました。あ、なるほど、なるほど。そうですね、この 7S と比べた時にですね、まずやはり全長が少し違います。ちょっとだけ 5S が長いんですね。まあ、長い分こうラケットに対するボールに伝えるパワーが増えるので、まあ、より飛ばしやすいっていうのが一つと、あとバイブスレイヤーカーボンですね、あの何回か動画でも言ったんですけど、カーボンと振動吸収剤を折り重ねたカーボンを使っているので、まあ、女性なんかの手首や肘なんかに、ね、負担がかかりにくい設計になっています。まあ、実際打っていてもこっちの方が明らかにボール飛んでましたね。そうですね、あと、まあ、こちらは F レーザーの7と、5どちらにも共通することなんですけれども、やはりちょっとシナリオを抑えていますので、まあ、大きくテイクバックを取って振るっていうよりも割とコンパクトに振っていってもしっかりこうボールが飛ぶと、普通、まあ、公式みたいにコンパクトにワイパーショットみたいな形で打つと、まあ、ドライブ回転かかりすぎてボールが浅くなる場面があると思うんですけども、まあ、そういった場面でもしっかりボールが、相手コートに深く突き刺さるので、そうですね、力のない初心者の方にはこちらで、どちらかっていうとガツンと速いスピードボールを打ちたいという方にはこの 7S がいいんじゃないでしょうか。はい、では打ち比べてみたんですけれども、やはりこちらの F レーザーの7の方は力のある方向け、桑田さんは割とちょうど良かったなと思ってたんですけれども、まあ、奥さんはちょっと打ちにくさを感じてたようですね。そして F レーザーの5ですね、こっちの方はすごいやっぱバイブスレイヤーカーボン搭載でよく飛んだので、桑田さんも場面によっては飛びすぎるなと思ったんですが、まあ、非常に楽にボールが飛ぶので、まあ、あんまり打ち込まない方とか、まあ、力のない方には非常にお勧めできるラケットだなと思いました。一口にいいラケットといってもね、人それぞれ使う選手によっても本当にいいラケットっていうのは変わります。そういったこともね、ラケットハウスキングではどんどんアドバイスしていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらのラケットはラケットハウスキングの店頭ネットの方で好評販売中です。ご購入の方は概要欄もしくはカードにリンクが貼ってありますので、ぜひご覧ください。それではこの動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次回はですね、こちらに合わせたストリングなんかもレビューしていきたいなと思っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。